どうもこんばんは。日曜日いかがお過ごしでしょうか。映ってますか。はい、来ました。3日目です。3日目の、めちゃ魔法ツアー、今回は埼玉に魔法をかけに僕たち来ました。わけのわからないガヤがいますが、後ろ誰、後ろ千葉銀です。毎回色ね、あ、すいません、色これわかんねえ やエフェクト、これですか。なんですこれ、これで合ってる。これ2人にはならないんだね、ならないね。モノ君、モノ君、最近どうですか。え、最近どうですか。いい感じですよ。 あんまり表情がないんだね、うん、あんまり表情がない、ね、今日イケメンだなって言われてます。そうね、今日イケメンです、はい、すいません、ちょっと画面戻します、はいはい、あれ直し方わかんない。ちょっと待ってね。あ、これか、多分四角じゃない、四角。いや、それこれ全然ハムじゃない。はい、はい、すいませんでした。はい、ちょっと今画面を直しますね。あれ、直ってない、これ直ってない。あ、なんか多分なんか暗いっていうの。うん、直します、直します。ちょっと待ってくださいね。そういうのいらん、いらん、いいじゃねえか。俺お茶目だ、お茶目だね。お茶目なとこもあってもいいじゃないの。ちょっと待って、この画面まずどうやって出したの。よいしょ、はい、直りました。弁当見せて、青いね。あ、明るい。今の何だったの。今のはなんかね、このロジクールのこのカメラのなんかこうアプリみたいのに入ってるなんかエフェクトです。いい感じ、直った、ありがとう。はい、弾幕は、弾幕今日はバッチリ、弾幕今日バッチリ、バッチリ。今日はチケット外れていけませんでした。ああ、ありがとう。でもね、撮ろうとしてくれてありがとうございます、本当にね。千葉銀、いや、人間らしい色になった。ノコだ、ノコです、ね、調子どう。バッチリ、バッチリね。ちょっとはね、ちょっとね、あの千葉銀さん、ちょっといろいろ書き込む作業がちょっと本番前にガッとやんなきゃいけないのがあるんで、ちょっとモノ君で我慢してください。我慢ってひどいね。千葉六本木行く、俺もチケット外れたまん。千葉六本木行くだって、六本木行きますよ。あ、ありがとうございます。結構職人いるからね、いてほしいんですけどね。ちょっと待ってくださいね。いや、今日の楽屋はね、思い出しますね。クリーピーナッツさんのラップバトルをやったとこです、ここは。はい。いやー、懐かしい。いや、クリーピーナッツさんみたいなね、ラップは言えないんですよ、本当僕には。よ、そこまで求めてない。よ、ここは北浦は、俺はどんなに返す言葉はない。小野くん今日も頑張ってね、頑張ります。 R指定さん、そう R 指定さんのことです。はい、そうですよ。ママの、弾幕やるで、ありがとうございます。弾幕今日もね、今日のとてもりも弾幕をやりたくなる曲ばっかなんで、本当に皆さんね、手を休めることがないと思いますよ。本当に打つテンションも下がることなくいけると思います。何の夢見た？え、夢？俺最近夢見てないよ。うん、全然。縫うことはない。名古屋行くよ。そろそろ物瀬取りかな。それはどうでしょうかね。今日は一体誰の瀬取りか。皆さんがね、一つ気になる
いいネタですね、これは。住所教えて、教えねえよ。住所教えたら、お前、うちにファンレターが、もう、ポストに埋まっちゃうぐらい届くと思うから。今日はアルティメット9の、それはどうですかね。最近、ユキヤの一人配信やんないね。ちょっとやります。これ今日終わったら来んでね、どっかのタイミングで、僕配信もやれたらと思いますよ。うん、あ、この間はい、今回あれゲーム配信の告知をこのタイミングで、24日に池袋の、ストーリアというところで、あれですね、台東ステーションのゲームセンターのある、一番上になります。美味しいご飯を食べながら、僕たちの、ゲームをしている姿をおかずにして、ディナーを楽しむという、楽しいイベントが、待ってるんで、ぜひ来てください。1回、ね、4人でね、そうですね、ポップンやったり、あと何やりましたっけね、あれですね、ボンバーマンとかやりましたね。あ、ボンバーマンやりましたね。やりましたね。もみあげ尖ってるね。そう、オープン主ですかって違うわ。事務所みたいな楽屋、いや事務所とは言わんけど、でもすごい広いんですよ今日は。よく2回目できたよな。嘘だ。いや結構評判良かったでしょ。なんで、あれなの。美佐子さん今映ってますね。はい。美佐子さん服かわいい。1枚撮っとこう。まだ顔は出来上がってないのかな、美佐子さんは。マイナスからのスタート。いいじゃないか。マイナスからスタートしようよ。ちょっとその先にいるから。今日はね、Wi-Fi 飛んでると思うんで、安定すると思います、今日は。まあ、前回もテザリングやったから安定したと思うんですけど、何時からライブ？ 6 時半です。6時半ですね。オンタイムで多分行くと思います。顎長えな、やっぱ。顎長いです、僕は。美佐子ちゃん。小野君、今日もイケメンだね。あんまりないコメントですね、これ。ありがとうございます。本当に。俺がイケメンって言われるの、多分こういう、ニコ生でしか言われないよ、多分。イケメンだねとか言ってくれるの。リアルで、口頭で言われたことないよ。イケメンだねなんて。眉間に鼻くそついてるよ。あ、これあれでしょ。これニキビが潰れちゃったんですよ。鼻くそじゃないです、これ。血です、血。そう。眉間に。だいぶ何時から、だから6時半だって。6時半です。お世辞に決まってんじゃん。いいんだよ、お世辞でも。お世辞でさえ言ってくんねえよ、リアルで。ニキビ大丈夫。ニキビ大丈夫ですよ、もうこんな一日で。どこはどこにいんの？どこは、どこ裏にいます。そうそう。また後で。後ろで食べてる人は、千葉人さんです。あ、千葉人さん食べてねえや。マネージャーです。はい。千葉人さんは、お絵描きしてます。自分の似顔絵描いてニヤニヤして。これだ。っていうね。うん。縁起忘れんなよ。縁起忘れないけど、君たちも忘れないでね。手を。手。の手。用意してくれた？頼むよ。面白いことやってって。ライブで面白いことやるから。今はちょっと待ってて。うん。いやいや。絵描きできない。顔洗ってる。顔洗ってるよ。洗ってますよ。顔洗ってるよ。毎日洗ってるよ。うん。職人に無茶ぶりすんな。まあまあ無茶ぶりは最悪しないってもいいから、なんかしら手を差し伸べてくれよ。ここもね、ちょいちょい準備をしながらあれしなきゃいけないんで、これがね、メガネ2号をちょっと今日あれするんで。おじいちゃんみたいなやつも、これあれでディッキーズだよ。ディッキーズおじいちゃん履いてねえだろ。色があれでしょ。色がベージュだから。あれなだけで、あれ。終わった。早いね。でもずっとやってましたからね、配信始まる前から。なるほど。大丈夫そうっすか。大丈夫っす。いやー、俺ねー、あれ大変だね、この何ですか。マニピュレーターってね、動機を、パソコンで出す仕事を今回のツアーから任されて、
それのあのこの事前準備にこう瀬戸利にすごくすごい書き込みをし、はいはいはい、してるんだけど、はい、それがね大変大変な作業だね。まあまああのそれを書き間違えたらもう終わりだもんね。終わり、うん、書き間違えたら終わり、おいってなるからね、うん、そうなんだ。あかっこいい横文字のやつ。そう最近千葉銀何してるかわからなくて寂しい何してるかって、あ、私生活的な話、それともあのなんかステージの後ろの方でなんかやってんだみたいな、そういう意味、どっち。クラクラやってんでしょ最近きっと。えステージの裏で、うん、やってるよ。やってるの。きえー、大変だ。2人とも髪わさわさしてる。そろそろ切りたいんですよ、本当に。単独配信しろや。できるわけねえだろ。やろうと思えばできるでしょ。えパソコン無理やり引っ張り出せばできるでしょ。いや無理じゃないかな。無理か。無理じゃないかな。モニターすら設置してない。無理じゃないかな。早く片付けろよお前。早くバリカン、フリングです。千葉銀に似てる生の人よ、気を使った人。そうなんだ。もし看板も。千葉銀センターなの。正確にはあのこの今の立ち位置にはもうセンターはいないよね。いないね。なんかこう。ちょっと散らばってる感じだよね、うん、真ん中センター、真ん中っていうのはいないよね、うん、いないですね。千葉銀の T シャツ何っていう声はちょいちょい。何すかこれは。分かんない。差し入れでもらった。差し入れでもらった。差し入れで、まあ可愛いですけどね。これヒゲだけ立体なんですよ。 T シャツもらいすぎじゃない。ヒゲ猫、そう、俺ヒゲだけこれね、立体なんだよね。そう、ここだけふわふわなんだ。ふかふかして。そう。あと全部平。ここもどうせならね、あれすれば思ったのにね。あ、全部。ここまでのコストは無理だったってことですね、多分。愛されてる、ヒワギンに似てるよね。なんでアイコスにしたの。ヒワギン、あの位置固定なの。固定ですね。ヒワギン、まあ、とりあえずね、まあ、少なくとも今回のツアーはこれで多分行きますね。行きますね。うん、またこのツアーが終わってちょっと反省点としてなんかちょっといじってみようかとかはまああるかもしれないけど。ダッセー。おいやめろよ、人がくれたものにそうやってダサいとかなんとか。なさい。靴下長くない。あ、また下か。また下長くない。遠距離でしちゃったんで。いやいや、メソ、あ、メソに似てるね、確かに。ね、メソ犬だよね。確かにね。メソは犬だけど。メソは犬なんですか、あれは。まあ犬じゃないか、あれは。宇宙人。宇宙人、サイズ知りたい。僕はまあ基本的には L ですかね。今のところの反省点はな、ライブのライブの反省点、ライブのいっぱいありますよ。いっぱいありますよ、それは。いっぱいありますよ。いっぱいありますよ。マイライブ、マイライブ、うん、いや今日はどうだったね、こうだったねってね、うん、30分1時間と話してますから。いいですよ。マイライブしてますよ。マイライブ。千葉銀前にいないの嫌だよ。うるさい。わがまま言うんじゃない。いろいろあるんだよ。その代わりにモノ君がいるだろう。そうだそうだ、俺で我慢しろ。モノ君で我慢して千葉はステージ見えなかったや。やっぱ見えないって人多いのかな。やっぱあのであれだよね、多分こうステージに高さがないような場所だと、うん、ちょっと奥の三沢、千葉三沢奥だから、うん、ちょっと見づらいのかな。その代わりちょっと俺あの今回のツアーは奥の人見づらいだろうなと思って、なるべくあのモニターの上に立つっていう、あのこのなるほど、クッと俺いるよと、ちょっと顔を出してあげる、ここあげる芸みたいな、ここにいるぞってやつをちょっと多めにやってるつもりです。なるほどね。もので十分だろう。そうだよな、俺で十分だよ。本当に俺で我慢。そう、千葉銀に近づくと音悪いよ。千葉銀に近づくあ、まあ、こうパソコンがってこと？音割れるってこと？まあ、低音はね、どうしてもちょっと耐えられないよね、マイクはね。千葉銀台に乗ってね。千葉では人の間から千葉銀の方だけ来たし、千葉はね、結構やっぱ人がいっぱいいたおかげか、はいはいはい、あの僕らもあの映像ね、後ろから撮ってもらったやつを見たけど、全然何やってるか分からなかったもんね、俺らね。僕ら、そう、あの一応そのね、編成とか動きの確認のために、うん、あの PA 卓の一番高い、一番見やすいところにカメラ置いといてもらって、うん、そこから映した
映像を確認しようっつってさ開いてみたらメンバー全員ここくらいしか映ってない。そうそう、何やってるかさっぱり見えないっていう。すごいあの大人気バンドでしたよ。ヒラリンセンターにでき新鮮だった。六本木も配信するのそれしますよ。できたらもう本当に電波がある限り今回はなるだけ配信をします。そのうち隠れキャラっぽくならないか心配。もうすでに隠れキャラっぽくなってます。いやそんなことないよ。一番位置変わったせいで現地で見にくい。やっぱ見にくい、見にくいって意見多いのかな。マジか。全員見たい人、それとも千葉人が見たい人。そう、全体としてはどうなんですか。なんかこう配置変わったじゃないですか。このそれはまあでも千葉人個人が見やすい見にくいっていうのはちょっと置いといて、全体としてのこの配置変わってのバランス、全体感が良くなったかどうなったかがちょっとね聞きたいな。変な感じがする。まあまあそれはねちょっと慣れもあるかもしれないけど、ずっとやってきた配置変わったわけだからね。見にくい特にない。感想特にない。変更後の方がいい気がする。まだ行ってないから分からん。あ、そうかそうか、これから来てくれる人ね。まあ、あと配信だと分かんないよね多分。配信組の方は多分配信組ちょっとよく分かんないかもね。千葉銀見たい人が立ち位置どこにするか迷ってる。あ、千葉銀見たい人がね俺の前くらいいいじゃんね。まあでもモノ君の前だとキーボードがね結構まあドーンと、あ、一番前にいると見えないのかな、ね、キーボードのあれでね、うん、確かにね。なるほどね。芝居見たいと真ん中くれね、真ん中。まあ真ん中は見やすいと思います、多分。真ん中くればいいと思うよ。真ん中いいよ。そもそもボーカルが真ん中じゃないし、あ、そうそうそう。芝居の位置がサポートメンバー。そんな。まあまあ、まあ位置はサポートメンバーの位置かもしれないです。物の前は地獄。何も地獄じゃないでしょ。何もないでしょ。この名前は地獄。地獄。全然地獄じゃないでしょ。そんなこと聞いたことないよ。前の位置にいるとモノクリしか見えない。キーボードをマキオさんに変えてほしい。イケメンだから。あ、メンバーチェンジ。メンバーチェンジ。メンバーチェンジしてほしい。まあね、スキルはめちゃくちゃ上がるよ、きっと。ただね、俺より喋れないと思うよ、マキオさんは。喋りは俺の方が多分上だと思うよ。モノダンス始まった日にはかわいそう。千葉銀センターだからセンターじゃないですよ。だから一番真ん中のラインでの脇で千葉ミサがいて、はいはい、千葉ミサがいて、その前の脇にモノの子がいるとか、ね、はいはい、そうね、そうね。喋らなくて OK。 そんなあれだけにいかんでしょうよ、ね、キバもっと前に出てきてほしい。だからね、もういろいろとね、いろいろと研究し尽くされた位置だから今、はいはいはい、大事なんですよ、はい、本当に。君たちが何と言おうと、キバ銀は前には出ません。はい、いや、ただあのですね、この、まあ、さっきこうちょっと見た目は全体的にどうですかって質問を投げかけてあるといてあれなんですけど、僕らからしたら今の位置すっごいやりやすいんですよ、ね、そうなんですよ。演奏がねものすごいやりやすい。やっぱ後ろに引っ込んでしまってるのはあるかもしれないけど、やっぱ一番近くに美佐子さんのリズムが聞けるし、俺もベースのアンプから離れなくて済むから、うん、もう本当に自分の音と美佐子さんの音っていうのが一番最優先で聞けて、うん、音がすごい合わせやすいね、今ね。そうやりやすいならいいじゃん。そうで、モノ君とかもね、ドラムとか見やすいような感じになってるんだよね。そうね、いろいろと研究して腐れた位置にいるんですよ。そうなんです。僕はじゃなくて、なんで今までそうしなかったの。でも思いつきもしなかったよね。スタッフさんがちょっと位置変えてみたらどうですかって言ってくれて、まあ、ね、うん、そんな手が、じゃあちょっとやってみますかって言って始めたもんだから、思いつけよ、すいません。しました。すいません。ちょっとさりげなくインしてんじゃないよ、あなた。さりげなく。GoPro 職人なんだ、俺は。なんだそれは、お前。時代は GoPro なんだ、お前ら。話を振ってほしいがためのカメラいいんじゃねえか、これ。じゃあ、もうすぐ始まるんだよね。始まりますよ。ちょっと、もうあと10分。GoPro でいっぱいいっぱい。着替えてこない。歌詞覚えないと。歌詞を。GoPro やりながら歌詞覚えなさいよ。10分前に歌詞を覚えるのやめてもらっていいですか。せめて前日までに。すっかりカメラマンみたいになってるわ、あの人。いや今日もね、リハでね、
もうね、カメラが何個あったかも分かんないくらい移籍してありますからね、今日。本当に。GoPro 職人、うん。あれ高い、高いんだってね。4万ぐらいって聞いたよ。うん、高いよ。まあカメラにしては安いけどね。うん、カメラにしては安いけど、まあ普通にお金的に考えたらいい値段してますよ。だから、まあでもすごい使い勝手も良さそうだし、僕もそんなに喋って大丈夫って、俺は大丈夫でしょ、別に。うん、俺は別に大丈夫だよ。寝川カメラね。あ、そうそう。こういう、なんていうの、ハンディカメラっての。聞いたのにすごい。いや、だからね、あれで配信ができたらもう最高なんだよ。本当に。あれで配信ができたら最高。今回のライブ DVD いつ出る？いや、出るかわかんない。出せたら出したいけど。でも、わかんない。それまだ、そういう話し合いは。お子さんの GoPro を繋ぎ合わせて DVD にしたらいいじゃないですか。ああ、まあ、でもリハ、それもリハだけでしょ。そう、それもできますよ。リハドキュメンタリーでね。そうだよね。竹内さんも今日使ったりするからね、GoPro。あ、そうだね。前回俺のキーボードの前に設置してくれたことあるからね。モノ君も自撮りしてよって。いやー、自撮りするにもね、やっぱ GoPro ぐらいのクオリティがないとね、自撮りする気にならないな、僕も。毎回思うけど30分前配信だとバタバタするよね、もう本当に。そうなんですよ。大島元気です。あ、俺超元気だよ。君はバタバタしてるよ、うん、僕はバタバタするから今日は。なんかバタバタするに決まってんだろ、もうよ、ふざけんなよ、てめえよ。お前よ、本当じゃあ汗かけよな、いい加減。あ、本番後？本番だよ、本番後。本番後。本番中で。本番中、俺汗かいてるんだよ、それが。そう、30分前だとやっぱバタバタ、なんか昔はやっぱさ、1時間前とかに始めてたよ、ね。始めてた。30分前はすげえバタバタするんだよね。そうだね。早めに配信始めたらいいじゃんって。いや、バタバタはするけど、これくらいがいいと思うんだよね、でも。話し合いがね、できないからね、本番前のね。なんかやっぱ、ちゃんと話し合いとかも余裕を持ってできるし。ももくんは手抜きで、いや、手抜きじゃないから、普通に。手抜きじゃないよ、本当に。あとね、あんまり時間あると、のこさんが喋りすぎてしまうっていうのもある。ああ。それはそうだね。いや、喋んねえよ、本番前。本番前はね。みんなが2時間やろうと。2時間やろう。体力をやちょっとしか喋んないって、本当に。今日はモノ君かな。プロですから。ゴープロだからね。うん。それはある。どこさん、青好きなの？面白いな。ゴープロですか？ゴープロ。お前ちょっと、笑いのセンス上がったよね。いや、上がってなくない俺。君がね、僕の話を聞いてくれるようになったけど。俺が。俺モノ君結構俺なんか笑いのセンスは俺上がったと思ってる。あ、そう。まあまあ MC でね、あんだけ喋ってりゃね、ちょっと上がるよね。本当に。いやいや、違う。今年から。今年から。いきなり隠す。いやいや、そんなことないでしょ。いや、結構去年とかも言ったことあるよ。そうだね。ちょっと待ってくださいね。あ、来ましたか？あ、止まってた。止まってた、すいません。声聞こえてると思ったんだけど。本気出した。はいはい。なあね、電波があってもこういうことがあるから怖いんだよね。何なんだろうな。電波は、いや今日 Wi-Fi なんですけど、パワーはあるはずなんですよ。そう。パワーはあるはずですよ。iPhone から重いのかな。ん？あ、iPhone から？いい笑顔だった。いや、これパソコンの方がいいんじゃないかな。メイク配信しろよ。何も入ってないと思うんだけどな。もうメイク配信しようかな、じゃあ。ねえ、これどうです、こいつだけ。で、俺これさ、ドロッピングだからさ、水がないとできねえんだよ。うん。何するスポンジなの、それは。え、ポン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 ってお肌を。あ、iPhone プチプチ。あ、つけるやつね。そう。うん、これちょっと水？水じゃない、それアクエリ。アクエリ。ちょっと待って。これ使えば。いやだから水でも水があるよ。ああ、なんでメイクするのって。いや、それはね、その当たり前だろ、ヒーローだ、お主人公だ。ヒーローだから。スーパースターだよな、もう。今ちょっとノーメイクです。モチベーションも。そう、こうやってね、ここに手につけて、そうメイク配信、初めてのメイク配信、ちょっとね、いや、乱暴だけど、また今度するね、タイミングよく。こうやってやんの、こうやって。特にひげを隠す、俺は。特にひげ剃り跡、おっさんだから。今やるのか。いや、でも俺は早いよ。美佐子さんはなんか1時間ぐらい毎回かけてるけど、俺はね、けどね、本当にね、一瞬で終わる。もうポン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 って。薄付き、なんかやだって何が。リューチェルかよって何が。あんなくるくるパーと一緒にすんなよ。
なあ、アッパーとかなんか言ってるでしょ。化粧品何使ってるんだ俺なんですから。あ、だからめっちゃ高いやつ、なんかそう5000円ぐらいのやつ。え、なんだなんだっけな、確かね、そうそう、エクスマキナ、コスメデコルテってやつ。あ、聞いたことある。そう、コスメデコルテ。とりあえず5000円6000円。そうそう、5000円6000円のやつ。高いっすね。高いやつ、そう買いましたよ。うん、千葉君メイクしてんだよね、家で。さりげなくいつもこの人メイクしてってなんかさ言うけど、あの鼻声じゃない、大丈夫。こういうところでしないで、さりげなく家でしてたら本気のちょっとやばいやつじゃないですか。本気のやばい。いや、千葉君けど、まあまあコントの話するとこの人ね、一回も化粧したことないよね。まあしないしないですね。そんなお前何なんだお前は。なんつか心の中でバカにしてるだろうのこと。してないです、してないです、してないです、ね、女みてえな。してないですよ、そんなことしやがってとか。そんなそんな、めっそうもない。めっそうもないって何だお前何なの、何がめっそうもないのこの野郎。ずっと怒ってるよね。いや、そんなこと、千葉木心の中で。めっそうもないですよ。また残さに騙された。メイク汗で落ちないの。あ、落ちる落ちる。うん、まあこんな感じです。大体けど俺髭を隠すんだよ、これ。これで終わりです。お、早いね。うん、でもスタイリストさんいるときはもうちょっとね、あのこれの100倍かけるけど。なんかね、こうアベマ TV とかさ、筆ペンみたいなやつでね。いや、ね、いや、ちょっと待って、やべえな、もうすぐです、あと3分です。あと、大丈夫、あと3分経ったら充電がやばくない。あ、いや、5分押しで、30分にはあの舞台袖に移動します。ちょっと充電やばいね。充電がやばいね。なんでこんな、さっきこれ差し込んだんだけど。充電けど、あれ充電、あの、あそこステージ小さいから充電器多分届くよ。いや、ステージから配信しないんだって。アマンさん、後ろ行くっつって。うん、PA タグの方行くっつって。あ、そっちでもなんかあれば。てか、そっち電波あんのかよ。俺、携帯渡しとこうかな。あ、いや、電波そっちまで確認しときゃ。ありがとう、うん、さすが千葉銀リーダーみたいな。電波はね、千葉銀がリーダーだからな。そう、そう、アベマ TV でも、ね、いやいやけどね、公認君がリーダーだよ。いや、おい、てめえどさくさに紛れてお前何、うん、何それバトンタッチしよう。なんかあった時はもう君のせいだから。LINE、ね、もあるの。ああ、そうか、前回ね LINE ライブもなんか30分か1時間だけ ね、 っね、やったんですよね、うん、リーダー交代だな。もう交代でいいよ。本当に。いやいやいや、やっぱね、やっぱモノ君がリーダーっていうの意味があるんですよ。でもあれですか、ダチョウクラブの肥後さん的な感じですか。そうです、そうです、そうです。意味があるんです。笑いにビビった。大体千葉銀のせい。今日弾幕大丈夫です。はい、あのちゃんと文面に書いてくれたと思うんで。今日弾幕バッチリバッチリ大丈夫。モノ君は必要。あのね、別にやめるわけじゃないんで。リーダーがやめても僕はメンバーをやめるわけじゃないんで。リーダーはドンとしてるものか、うん、そうですよ、そうです。それが一番なんですよ。ええー、まあね、俺今日蒸気でアイマスクやりたかったのに時間なかったよ。蒸気でアイマスクをやりたかったんだけどね。LINE 音質良かったんだ。あ、そうなんだ。 LINE ライブ音質良かったんだ。ちょっとね、今日やるかどうかって聞いてないね。やんないらしい。やんないらしいです。流れねえから、こっちは。変わんねえよ。あ、変わんない。LINE の方が良かった。よくねえ。いや、いい。よくねえとか言ったら、こさやちゃんからやめよう。やめよう、やめよう。うん、ダメですよ。良すぎ。公式 LINE アカウント。良すぎ。本当だよ。もういなくなっちゃうもんね。いつの間にか。LINE ライブコメントなかった。あ、前回なかったんだ。あ、そうなんだ。みんなあれなんだ。よし、じゃあ下に移動しますよ、皆さん。頑張って。ちょっと待って。リーダーの号令で。ちょっと待って。先に行ってて。はい、あれは。せーの。あ、いやもう袖でやる、袖で。時間ないから。よいしょ。充電大丈夫なのか、ちょっとね、あの充電ケーブルごと天野さんに渡すので、多分天野さん、はい、ピエタクで電源取れるかな。ちょっと充電が割とやばそうなんだけど、ケーブルつなぎながらできそう。できないかもしれない。できないかもしれない。多分ピエタクの電源取っちゃうとタクが落ちちゃうっていう。ロロ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 
はい、ももくんが、ツアー T シャツを用意し忘れるっていうね。はい。いつも充電足りない。いやもうね、このノート PC のね、あの、多分、充電が、バッテリーがね、ちょっともう死んできてるんだよね、多分。で、MAX にしてもちょっとあの、短いみたいな。そうなんですよ。で、なるべく充電するようにはしてるんだけど、ここでちょっと少しでもしたい、少しでもしたい。よしよし、よくよくよくますけど、おいおい、よし、はい、もうね、あの扉を開ければもうステージなんで、ステージ脇に到着しました。じゃあちょっともうここでギリギリまで充電して、もう本番直前に天野さんに渡して、もうそれで切れたらもう今日しょうがないという感じですかね。そうなっちゃう。電源がもう PA 卓の方から取れないとなると、もうそういうことになっちゃう。なるほど、しょうがないですね。そういうことになっちゃうかな。今もうギリギリまで充電しますんで。あれ充電できてなくね。あれ、そこのケーブルが生きてない。できてない。え、ダークさん、ちょっと待ってね。ちょっとね、困った。なんかどっかない。どっかにはあると思うんだよね。こんなとこにあったからね。待って、ごめんね、ちょっと待ってね。ないね。おい、このコンセント生きてんのかと思ったのに。めっちゃ強い。天野さん、はい、ちょっと念のため高橋さんに、うん、電源1個取れないかどうか確認だけしまってもいいかな。あ、今じゃなくても直前でもいいよ。その場でもいい。ああ、じゃあ今。最悪なんかこっちでなんかやるぞ。はい。ライブからやりますよ。あ、なるほど。もう受けたらライブとかの前の感じが映る。なるほどなるほど。お、ちょっと天野さんから最悪、パソコンの充電が本番中にもう切れてしまってどうしようもない場合、天野さんの自分の携帯から LINE ライブかなんかをパッと始めるというお言葉が来ましたので、最悪そうしてください。もういい、期待しない。ちょっと待ってよ。途中からできないから。そう、え、ちょっとね、充電が持たなそうだね。いや、今買ったら100は無理だな。うん、OK。 え、ないで、じゃあツイキャス行こうか。ツイキャス行く、今から。携帯電波なら確かに、ツイ帯ならある。要するにこのパソコンの充電が死にそうってだけで、携帯からツイキャスならできる。できる。え、ノックネットって俺、わかんない。あ、いや、俺の携帯持ってきます。だから、エンジン台組んで、ツイキャスでいいじゃん。ここからツイキャス。ガラケー涙目。やだよ、ツイキャスやだ。待ってるもい。キャスはやだ、悲しい、いろいろありがとう。ニコ生希望、ニコ生優先がいい。いや、でも、ちょっとね、本番中に、この、始めたり終わったりっていうのも、ちょっとなかなか厳しいんで、できれば今、始めて、そのまま本番ずっとっていうのを、ニコ生でも、ツイキャスでもいいけど、そっちの感じに、そういう感じにしたいんで、キャスは断幕できねえだろ。ね、前は北原キャスだった。電源はそこですね。ここ今、あ、そこは生きてます。あ、そこもたよろしい。あ、これ、あれなんですか。すみません、借りたんですけど。死んでるっぽくて。あ、そこ死んでるかもしれないです。死んでました。
ちなみにこれ携帯の電波の場合は携帯電波ステージなの？いや、ちょっと携帯は調べてない。Wi-Fi が、Wi-Fi が、Wi-Fi がキャラクリスポットというところがあるんです。ああ、ここで充電してそれって向こうに出すまでできる限りするって話ですよね。いや、もう多分これでいっちゃうと本番中に切れちゃうようなレベルでしか電気は止まってないんですよ。これで、あ、これですね。あ、そうです、そうです。はい、オッケーです。これはこっち伝わりました。あ、じゃあちょっとエンジンだけもう組んじゃって、ちょっと次の人に移動します。皆さんね、ちょっとニコチのみんなごめんな。はい、すいません。はい、ね、じゃあ今日はあの手のねやつだけ見て、それであのね皆さんね、あのねツイキャス見てください。見れたらね。はい、どうも。はい、バイバイ。あと何だっけ、インターネットは必ず勝利する。ちょっと待って、来た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 、すごい、すごい、おい、全然、あ、手の出てきた、すごい、ありがとう。ちょ、ごめんな、本当に、ニコ、いや、本当に、さすがニコ、ぶちか、いや、すげえ、すごい、ごめんな、本当、こういう流れで、よーい、まだ、いや、職人さん、いや、みんなもありがとうね、ちょっと、こういう流れでツイキャス行くって、ちょっともう、心が痛いわ。心が痛いわ。ちょ、ごめんな。あー、厳しいよなぁ。まぁ、ちょっと、じゃあ、一回、じゃあ、そんな感じで、また、まぁ、けど、京都とかね、まぁ、スタジオ練習とかまたやるんで。はい、そうですね。はい。4人配信をまたやるんで、はい。とりあえず今日ぶちかまします。天野さん、よし、じゃあパソコンの充電切れるまで両手で両方持つみたいな、できない。なんか客席の中行っちゃったらちょっと危ねえかもしれない。なるほど。満員ではないけど。厳しい。じゃあノコキャスに行きますんで、ごめんなさい、皆さん本当ごめんなさい、誘導しなくても分かるかな。ありがとう、厳しいって。お願いします。すみません、もうバッテリーがだいぶ下手ってるっぽいね。ごめんね、ちょっとできるだけやりたかったけど、まあでもあの配信自体ができないわけではないんでね。そうですね。あのもしよかったらツイキャスに移動してみてください。それではニコ生は、もうみんなもあとね、ニコ生は